ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していき、料理との思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆと、ギリオこと木更木リオと、サッチーこと音野サッチと、花民こと花瀬美久の5人がお送りしてます。せーの、はじめまーす。始まりました、ミルクセーキ大作戦。はい、どうもこんにちは、今日の行きましょう。ちょっと待って、微妙に似てない。あのモノマネ史上一番似てたかもしれない。やった。4月に突入しましたということで、スプリングでございます。あったかくなってきたね。新しい1年が始まるということでね、新社会人の方、新しく学生になる方、皆さん一緒に頑張っていきましょう。頑張っていこうな。今日はキラちゃんがお休みなので4人でお送りします。アダルトチームです。そうです、チームアダルトです。頑張ります。はい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス0957-27-0840 27-0840、 メールアドレスはにじ@771fm.co.jp nyji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで一曲聴いてください。ミルクセーキでミルクセーキ大作戦。その前に私たちからお知らせがあります。はい、実はラジオのミルクセーキ大作戦を聞いていただきありがとうございます。ありがとうございます。なんと
はい、あのですね私たちみんなと一緒にラジオを聞きながら、うん、ハッシュタグミルダイでつぶやいてくれた方にいいねしたじゃないですか。そうです、ね、ありがたいことにですね、はい、たくさんツイートをしていただいて、はい、あの最近はいいね制限がかかるほどになりました。いやもうね、困ったちゃんなんです、うん、いやもうねポチ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 押すやんで、このスワイプしてシュポってした時にさ、うん、あのハートが消えてんの。消えるの。で、あこれはかかったな、うん、制限がみたいな、うん、最近悟るようになってきてね。で、うん、本当にたくさんいただいてるから、うん、その押してるんだけど、なんとツイッターのね、アカウントの問題でさ、変なアカウントだと思われるかもしれない、うん、機械的なアカウントと思われることがあって、なんか、ね、一瞬ロックがかかったりすることがあったの。かかで、それがね、本当にアカウント自体がもう見れなくなっちゃうとか、ブロックされちゃうみたいなことになってなるとすごい困るので、うんうん、みんなのツイートは見ますが、いいねなどですね、これからメンバーのタイミングで、していきたいなと思っております。はい、リアルタイムじゃなくなる。そうですね、まあ、だって気長に待っていただければなと、はい、リアルタイムで見てはいるから、うん、あるかもしれないし、これからもみたいな、ね、たくさん見る台でツイートしていただけたら嬉しいです。そうね、それは変わらずね、そう変わらずね、うん、見に行くよ。だからちゃんとツイートしてね。そうだよ、いいねがなくなったからってツイートしなくなったら分かるからね、分かる。なんかみんな思ったことはいっぱいまとめてボンって、あ、それが最後に今日の見る台の感想を、そしたら確実にいいねははい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで気を取り直して今週のテーマトークに戻っていきたいと思うんですが、うん、今週のテーマはですね、うん、コロナ自粛中の過ごし方ということで、はい、私たちライブがない日も続きまして、その時に何をしてたかっていうのをね、話していきたいんですけど、はい、まあただ話すだけじゃ面白くないと、はい、ということでチャレンジ料理をやりましょう。チャレンジ料理をやりましょう。今回はチャレンジウィークでございます。おー、はい、ウィーク、あ、なんかさはい、まだいいか内容知っとるけど先にささっきのなんではい、今回はですねカタカナ禁止ということでこのテーマをやっていきましょうよ。だけ英語じゃなくてカタカナやからね、カタカナやったら全部ダメ。英語もダメなんでしょ。英語もダメ。英語とか横文字系もダメってこと。日本語でもカタカナになるものはダメ。ひらがなだけ。そう、だからスイカとかもダメなんだよカタカナだから。え、そうなの。え、じゃあさ、トマトは違うか、野菜はいいか。スイカトマトはいいんじゃない。オッケー、はい、よ、さっさと。まあそれでさ、ちょっとさ、うん、多分やるだけでもまあ面白くないや。そうやな。ちょっと罰ゲーム考えたんで。なんだよ。で、まあその言っちゃった回数をその天の声さんにカウントしてもらって、うん、その回数が最後の時に一番多い人がですね、うんうん、ガチ告白動画をツイッターにアップしてもらおうと思います。恥ずかしいやつやん。まあ、ちなみにこれもカタカナ禁止で、しかもさ、ラジオ聞いてる人だけの特典にしてさ、もうさ、なんでこれを上げてるかもわからない突然出すみたいなやつ。一番恥ずかしい、一番恥ずかしいやつ。ライブでやってるわけでもないけどね。まあ一応ハッシュタグ見る台だけ許すよぐらいでやろうか。地獄地獄地獄。これ面白いな絶対。スタートの合図サッチーさんからお願いします。じゃあ私が用意スタート始めがいい、うん、始め用意始めって言ったらそっからもうカタカナ禁止やからね、うん、あもう OK と言ってから今のやつ今のやつ最後最後ラストカタカナ今の、うん、あー止めとる言ってんの今最後言ってんの。じゃあ始めますよ。はい、準備はいいですか、はい、それでは用意始め。あっあれそう、回そう。そうだね。じゃあ、うん、リオさんはあのね、何をしてましたか。私はね、家で寝ておりました。おー、とにかくね。具体的には具体的にはどの辺でどの辺で、はい、布団の上で、うん、布団のうちのお家はですね、はい、下の部屋の部分と、うん、上の部屋の部分が、はい、ありまして、はい、うん、そういうことね。そうそう、猫ちゃんとは寝て、なんだっけ名前、猫ちゃんとは寝てないの。あ、伯爵、うちの男爵、男爵、名前の男爵ね。男爵です、男爵。男爵って言うんだけど、男爵ね、男爵って言うんだけど、あのね、寝てたよ、二人で寝てた。二人で寝てた。他には赤い動画、赤い動画で、東海放送、東海放送っていう方々の動画を拝見しておりました。おー、うん、すごく面白いね。もう自分たちもやりたくなってくるね、あれはね。どんな企画をやりたいと思った？言えないくらい下品な。
そう、あの下品な、ね、下品なね、赤い動画、赤い動画、赤い動画ね、うんうんうん、あ楽しそうで、あ楽しかったですね、すごくね、家で一人で笑顔になっておりました。はい、平和な過ごし方で、そうですか、ね、はい、サッチーさんはどうでした？私はですかね、私はですね、私はですね、あの赤い動画も見てたんですけど、うん、赤い動画すごいよね、うん、待って赤い動画って何？四つ目、四つ目、あ、四つ目、そう、はい、そう、赤い動画使う、今これ今から言ってもいい？今は言ってポイントアップって言った。はい、あゆちゃん、ワンポイント。もう先だけよけど大丈夫かな？はい、そして、はい、そう、赤い動画見てたんですけど、あのな世界でとても有名な通販会社の特別な契約をして見ることができる、あの動画を、あの有料で登録してて、それでいろいろな、あの可愛い人たちとかが出る、あの映像を見てました。わー、なんか具体性がなくてわからないと思う。もうちょっと待って、有料限定動画やつですよ。そうです。密林さん関係ですかね。密林さん、うん、あ、密林さんじゃない？そうでしょ。密林さんって何？ダメだわ。ダメだわ。そう、まあそうなんです。まあそうなんです。要はその四角いものから出る光を見てたんです、ずっと。え、その題名とかは？題名とかは、たくさんいろいろ見てたんですよ。いや、なんかあるじゃん。ですね、ああ、あれ、あれじゃない、化け物語とか見てましたね。どんなストーリー？化け物語は、あの人にどう、いろんな圧が取り付く話です。取り付かれちゃう話なんです。そう、結構面白くて。そうですね、はい。あと大好き演舞も見よったよね。大好き演舞、大好き演舞、大好き演舞、すごい見てた。この人大好き演舞、大好き演舞、うん、どこを英語に、どう英語ね、もう全部、その話題やめようと。その話題なんか難しいし伝わらない、めちゃくちゃ伝わらない。でもその働いたりもしてましたね。そう、なんかもう開き直って、あのいいかな、そういいかなと思って、そのたくさん人から奪い取って働いておりました。まあ、どうしよう、汗が止まらないから。何奪い取るとは？その出勤の勤務を譲っていただいて、うん、ああ、はい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 。もうあの次に回します。ミックーさん、ミックーさん、ミックーさん、このコロナ自粛中、あ、はい、あ、ちょっと待って待って待って、これはこれは、はい、ダメだよ。みくちゃん、嘘でしょ？何ポイント？高かっただもん。嘘だ。そう、あの、そう、この自粛中の過ごし方なんだけど、はい、その先週のラジオ、はい、はい、はい、ダメだこれ、ダメだこれ、みくちゃん、2ポイント。コミュ障には辛い。先週 の、 あの放送、うん、あの、ね、放送で、うん、あの自分の趣味っていう、あ、あれね、うん、題名でやっていったじゃん、はい、だからすごい同じことになるんだけど、軽く触れたもんね。そう、何だったっけ、うん、腰つべ、腰つべで、うん、そのね、もうそれを見たって話よ。それは言ってもいいやみたいな。んかもうこいつこの話しかしねえなって思われるのもちょっと恥ずかしくなってきた。いいじゃん、うん、ちびまる子ちゃん見えた、うん、かな、うん、それでもうなんかもうそんなね、人に話せるような楽しいことしてないからね。もうあの腰つべでちびまる子ちゃん見ながら、今のとこみんな腰つべか何か見てる。あの弁当食べてた。どんなお弁当？何弁当？うん、え、あ、これはやばい。カツ、は、カツ、は、
いやこれは、うん、別に大丈夫だと思う。え、ひらがな？ひらがなでしょ。ひらがなもあるじゃん、だって別に。だって浜勝とかさ、漢字だよ。そうそうそう。うん、あの勝茶色い液体。なんか分かった分かった。米と米と米とカレー茶色いやつなの？違う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 。辛いってこと？辛い。辛いのカレー。違います。違うわ。あいあいあい。なんともじゃん。あるよ。下あるよ、いっぱい。あ、普通の会話なの。ラジオ忘れるよ。ずっと涙拭いてるし、一人は。あの、約1名で、うん、大号泣、うん、大号泣が間違ったか。だって辛い辛いって辛いと辛いと辛い。まだ2ポイントだから、まだ2ポイントだから、みきちゃんが3ポイントだから。まだ数えられないから。もうちょっとあの、あれしてるから、あの、先導してるから。先導、うん、あの、先を行ってるから。ちょっとだけね、そう、ちょっとだけね。すごく優秀。優秀優秀。もっと喋って。うん、お腹痛い。頑張る頑張る。で、ね、何を喋ってほしい？だから何してたよ。あ、そう。え、もうそれだけじゃない？あら、あ、そうだ。もうほんと、もうつまんない人生を。じゃあ、喋る喋る。私お酒飲んでた、お酒飲んでた。あら、だいぶ。さちさん出演がなかったから、うん、あの基本的に出演の前の日は次の日顔がむくんじゃうから、うんうん、飲まないようにしてるんですけど、なかったからいいやと思って1日2本は当たり前だった。うん、あ、それで思い出した。あのね、ミクね、あの、あ、なんて言うこれ。ほらほらほら、度数度数度数なんて言おう。度数、度数はさ、あの単位使えないじゃん。酒度数、あの酒度数の9を飲んだんだよ。あ、9度ね、9度、9度を飲んだんだよ、うん、そしたらもう2口で二日酔いになった、うん、やばくない？二日酔い経験してみたい。したことない。次の日も、次の日顔パンパンだよ。どんななの？うん、なんか起きてもずっとボサーってなってるし、ボサーってなってるなってるし、何やったっけ。しっかり二日酔いだから記憶がないんだよ。そうそうそう、二日酔いだから記憶ないんだよ。だから気をつけてね。ひどいな。え、それさ、二口で終わってたの、うん、残ってたの。もったいない、もったいない、はい、飲まなきゃ、うん、もう流しました。え、泣いてる、あの、そこの方は何をしてたの？寝てて、うん、ご飯食べて、うん、腰痛で見て、うん、チビと遊ん、あ、うん、ひろがな、遊んで、うん、あとは、なんか、お菓子作ったりしてた。何作ったの？うん、小麦粉を発酵させた。発酵させた？発酵して焼いた、あの、私が大好きなやつに、うん、牛乳じゃないな、牛乳みたいな、あの、ほわほわしたやつ、ベチャって塗って、うん、イチゴ乗せて、うん、チョコの、あ、うん、あ、茶色のやつを垂らしたり、なんか固まった甘いやつに茶色のやつ垂らして、
なんか動物のお菓子を乗せて食べたりしてた、うんうん、泣きながら話さないで、泣きそうになっちゃう、お母さん、そんなことなんか一個言って長いお願い、さすが付き合いは今ちなみに同率だからね、うん、そうなの、うん、みそこまで疑心暗鬼いろいろどこに気付けたの、でも最後さ、どこで締める、どこまでにが終わりにする、あの終わって、うん、みんなでメッセージ、まあ、あもうこれあ今ね2ポイントだからね、さっちさん違う、今ねこのセリフをミクに言わせて、何あやったやったやった、どうぞ、すごい勢いで追い上げてきてるその単語をミクに言わせて、その待ってますまでが終わりにしたら自動的にその言葉を言わなきゃ、うん、それはでも入っちゃうから、天の声さんがはい終わりって言った時に、時間的に天の声さんがもうギリってここっていう時に、うん、そろそろ時間となりましたっていう人がいるでしょ、うん、その人がじゃあ分かった、私が言うわよ、そろそろ時間となりましたって、そこまでだわよ、ああちなみにあと私がミクをはめようとした卑怯な考えはおやめなさい本当だよ、なんでカタカナ何も喋ってない、早く喋ってなんだ誰か喋るんだ、はい一幕カタカナは漢字じゃん、漢字いいえカタカナ、カタカナあなたは今1位です、ミクミクミク今も言った、あいや言ったちょっとね今言った今同じこと言った、言っていいよ、言っていいよ言ったの、あ言っちゃった、はい、何言ったの、今2人とも 4ポイントだからね、横文字横文字、そうそう横文字、あのひらがな、今日のラジオってとっても楽しいねえ、すごい大変だ、天才しかおらん、あゆも天才、あの人に悪いことしたら自分に帰ってくる、こっちが当たるから自分で帰ってくるから、泣きやんじゃ泣きやんじゃあら間もなくだわね、やだよ3人ともやだ、ひどいな、そうな誰か一人でしょ、何言ってんの3人でやろう、やだね、誰か頑張って、りょうちゃん今日あんまり話してないんじゃない、でも今からりょうちゃん喋ってもあんまり関係ないよ、そうよもうこの3人でね、喋ってないけどね、喋ってるよ、ね、喋なんか今日の夜ご飯なんだった、今日の夜ご飯、うん、あらあれやだ、あらあの小エビの、エビはいいよね、うん、エビは感じだもんね、うん、小エビの、あの野菜尽くし、はいお腹あったそろそろポイントずつ、リオちゃん以外は4ポイントずつ、やったねあゆちゃん、そしてさちちゃん、みきちゃんからの告白動画が 何の前振りもなく多分やられると思います、頑張ってね、はい、ありがとうございます、さ、誰か一人でしょ、さ次の曲振りをお願いいたします、それではここで1曲聴いてもらいましょう、この気持ちにぴったりですね、ミルクセーキでイジアゼどこが抜けばよかとて、その答えは明日寄せ。
ち合いがミルクセーキの告知をさせていただきます。4月4日5日ともライブの予定は入ってますが、今のところどうなるか分かってません。コロナさっきコロナすら言えんかったけどな、でも言ってしまった、言っちゃった。だけどもう本当にね、被害がどん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 日に日に大きくなってね、あの自粛要請も本当にいろんなところで出始めてね、もう本当に明日は我が身という感じなので、皆さんしっかり予防して過ごしていただきたいですね。そんなことじゃない、本当だね。でさっきのあの罰ゲームの話なんですけども、急にね罰ゲームになるけども思い出させてごめんよ。でね、あの本当にいや、なんか腹立つ、こっち睨まないで自分だけさ。まあまあでもほら、みんなは本当は聞きたかったかもしれんけんね、ごめんね、ごめんね、りょうちゃんちょっと優秀で、優秀でごめんね。はい、あの1週間以内に動画アップされると思いますので、皆さんお楽しみにということで、はい、ね、本当に元気出して賑やかにしたい、賑やかにしようもダメに決まってるじゃん。ダメです、ちゃんとやってくださいね。自分でツイッターのアカウント凍結させる。めっちゃいいよ、いいね押しまった。いいねもね、あの先ほども言ったんですけど、ね、またあのその多分ツイートするよね、ツイートする、ツイートもするので、チェックします。ねえ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 、どうしたどうした、もうこんな時間だよ。なんかネロネロしてる。今週のミルク席大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。はいはい、トゥデイもラジオ聞いてくれてサンキューな。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルク世紀にお付き合いいただけますように。はい、それではまた来週、私たち長崎からミルク世紀でした。せーの、おやすみミルク世紀。